イギリス、南アフリカで発見された新型コロナウイルス変異型の基礎知識について、お話をさせていただきたいと思います。2021年1月10日20時過ぎです。私は講師を務めます朝倉です。で、言葉についてなんですけど、変異種、変異株、変異型、いろんな言葉がありますけど、どれが正しいのか。そしてウイルスの変異はこのような大幅な形の変化なのか、そしてキーワードとなる N501Y というのは何か、ワクチンの有効性はどうなのか、ここら辺を話していきたいと思います。この動画では最初の10分でニュースの基本線と国立感染研の1月1日2日時点、これが最新法、第4本法、最新法ですけど、の現状分析をし話していきたいと思います。それから、変異種、変異型、変異株、どれが言い方が正しいのかというような話もします。あと、ネットストレインという、情報を紹介いたします。で、こうあのー、でこの前半の10分だけでニュースの基本線が分かると思うんですが、後半は変異の生物学的な解説を詳しくいたします。で、特に N501Y というその変異の意味について説明いたします。で、この後半は若干難しい部分もあると思うんですが、これからさまざまな変異があり得る中で、この基本原理を知っておいていただいた方が、ニュースの、奥深くが分かってくると思いますし、判断の材料がより多くなりますから、ぜひ、挑戦してみてください。で、100%分かんなくてもできるだけ図を交えてますので、イメージさえできれば、それまでよりもずっと理解しやすくなりますので、ぜひ、お付き合いいただければと思います。で、そして、特に関心が高いメッセンジャー RNA ワクチンも途中で少し説明いたしました。で、私は講師を務めます朝倉ですが、日本分子生物学会の会員で、現在は研究の世界から離れておりますが、時々研究室を伺って知識をアップデートしたりしています。そして駿台予備校で医学部受験生にこの遺伝子のことなどを教えてまいりました。で、船橋市議としては、その生物学の基礎知識を使いながら、PCR 装置の充実などについて質疑をいたしております。そして、特に船橋の PCR 検査の要である保健所の検査室についての、その体制の充実などを、提言しながら応援しております。で、また、ウイルスと遺伝子という本も書いております。よろしくお願いいたします。ヤフーニュースですけど、早速コロナ変異種と種という表現がされてますね。欧州22カ国に WHO 拡散に警戒を呼びかけというような報道で、イギリス型の変異が広がっている様子が、記されております。のニュースでありますけど、南アフリカ型変異種、ここも種という言葉使っちゃってますね、の初の再感染確認ということで、南アフリカを中心に、一部ブラジルなんかも広がってきているというニュースであります。ニュースですね、1月9日の12時44分のニュースで、アメリカで感染力50%強い新たな変異種、これも種と表現してしまってますけど、を発表したというニュースがあります。これについてはあまりにも新しすぎて、動画では取り上げてませんが、また状況が分かり次第報告したいと思います。19時に入ってきたニュースですが、新たな変異ウイルス、羽田空港で確認ということで、イギリス、南アフリカ型と違うと、これについても、分かったばかりですので、また新たな情報が分かりましたら発信してまいりたいと思います。で、ここの時に変異ウイルス、NHK ですのニュースですけど、変異ウイルスと表現してますね。変異種とは書いてありません。で、言葉、細かいことにこだわるように思いますけど、実はそれが、一般のイメージの差につながってきますので、ちょっと説明しておきたいと思います。生物学的にはこの変異株、種とも呼んでしまいますけど、この種と区別するために株という表、読むことが多いです。変異株という言い方が一番正しいんですけれど、株という表現はあまり一般的に使わないので、変異型というのが一番一般の表現としてはよろしいんじゃないかと私は思ってます。で、NHK が最後に使ってた変異ウイルスという言い方も間違いではない。で、ただ、この変異種、この表現をしてしまうと、
まるで人とチンパンジーが分岐して種が異なってきたみたいに、別のタイプの、全く違うタイプのウイルスになったようなイメージになってしまうので、あまりよろしくないと思っておりますので、マスコミの方はぜひ、この変異型か、正確に変異株か、せめて変異ウイルスという表現をしていただきたいと思っております。この変異タイプの変異型について、第4報まで現在出しています。これが現時点での国立感染研の発信としての最新の情報ですね。で、現時点で両変異型とも日本の広がりは発見されていないということで、イギリス型について、ワクチンの有用性についてはこのような表現、ワクチンの有効性への影響は調査中であると。で、南アフリカ型についてはより重篤な症状を引き起こす可能性やワクチンの効果への影響を示唆する証拠はないと。つまり、こちらではその調査中である。そしてこちらはワクチンの効果への影響を示唆する証拠はない。つまりワクチンが効かないという証拠はないという表現をしております。それでは、お勧めしたいのはこのネットストレインという、ね、ページがあるんですね。で、ネットストレインというページがウイルスの伝播状況で、広がりの状況を分析しておりまして、SARS-CoV-2 のところを見ていただきますと、SARS-CoV-2 つまり新型コロナウイルスの広がりの様子が出ております。さて、SARS-CoV-2 が2019年の12月に発生して1月に検出されたわけですが、それ以降の、型の分岐の様子がこの根元からどう分岐したかが、1年間の変化の様子がこういうふうに、書かれてるんですね。そして、特に今回新たに変化が起こって感染性が高いと言われてるイギリス型、V1 これですね、の強いオレンジと、それから南アフリカ型、若干弱いオレンジのところを、強調してありまして、こういうような形が分岐が起こっていると。さて、イギリス型はやはり、ここら辺の EU 諸国に多いと。そして南アフリカ型は、南アフリカに多いですね。じゃあ日本はどうかということで、先ほど言ったように、これは従来の青緑系の従来型がまだ主流であって、イギリス型や南アメリカ型が認められてないということです。ただ、このネットストレインの系統樹は常にアップトゥデートされて書き換えられていきますので、今後万が一日本で変異型が増えてきた時というようなニュースがあった時には、ここの円グラフの状態を確認していただくと全体の構成が分かるようになっております。ページの中のにすでに1月4日付で、BOC 2020、12月1日、これはイギリス型を示しますけど、イギリス型の変異株の試験研究のために各研究機関へ分与することとしたということで、すでに研究において基礎的なそのイギリス型の変異の株が各研究機関に配られつつあるという状況を示しております。PCR 法の方なんですが、変異型ウイルスの蚊に関して、国立感染研で N501Y という変異の部分ですね、も含めて、その変異に対応したプライマーを作りつつありますので、変異の部分を特定して検出できるような PCR の基礎的な試薬も整えつつあるということで、まだ市中に広がってない状況ですが、研究の側はそれを把握する状況は整えつつ、急いで整えつつあるという状況です。1月の2日時点、これが国立感染研の現時点での最新のデータですけど、15時時点ですね。で、基本的に、見ていきましょう。これが南アフイギリス型、これが南アフリカ型です。で、これが、現在の状況の、基本的な話であります。さて、国内症例、検疫症例のウイルス遺伝子変異については継続して監視中であるとい
そうですね。で、まずイギリス型変異は BOC2020、12月1日ですね、まあ、これ発生、発見、日ですけれど、という名前がついておりまして、そして、23箇所の変異があると。で、特にスパイクタンパクの変異、とその他の部位の変異で定義されるということで、この中に、まあ、N501Y というのが出てきますので、これを見ておいてください。501YV2 と言っています。これは、バリアント変異型の2ということで、同じ時期に発生したイギリス型を V1 と言っておりますので、まあ、V2 ということですね。さて、この、変異についてはスパイクタンパク8箇所の変異で定義されると。英国で検出された VOC2020、12月1日と同様の N501Y を認めるが、系統としては進化的な慣例を認めないというふうに書いてあります。この、系統としては進化的慣例を認めないということはどういうことか、ちょっと考えていきましょう。同じ時期に発生したから、そして N501Y というのを共通点を持っているので、近い仲間だと思われがちなんですが、実は違うんですね。これが系統樹、先ほどの系統樹を遡っていますと、あるところから枝分かれして分岐していくんですけど、そのイギリス型の根元をたどっていくと、こうですね、ここです。そして南アフリカ型の根元をたどっていくと、こうなります。ここで初めて共通組成になるということで、実は2020年のこれマーチ3月ですから、去年のもう2月あたりに分岐してきたものが、それぞれ別の方向に分岐したものが共通の N501Y という変異を獲得した。それだけこの N501Y っていうのは感染性の根本に関わるような場所であるということですね。感染研の推奨事項を確認していきましょう。変異株、変異種の、変異株の方ですね、監視体制の強化。そして、変異株への感染者が見つかった場合には、変異株の国内の蔓延を防ぐために、感染源、濃厚接触者の追跡と管理、臨床経過等を含めた積極的疫学調査を行うと。変異株であっても、個人の基本的な感染防御策としては、従来と同様に3密の回避、マスクの着用、手洗いなどが推奨されるということを書いております。それでは以上のところまでで、基本的に変異型のニュースについては、基本線は抑えられてるんですが、これからさらに、生物学的な解説をしていきたいと思います。で、これは若干難しい話も含みますけど、この話を理解していただいた方が、これからさまざまな変異型ができてきたときに、その非常にイメージがわかると思いますので、ぜひ、理解してみてください。で、全部が分からなくても、できるだけ分かりやすい図をつけましたので、イメージだけ、捉えていただくだけでも、十分ニュースが理解しやすいようになると思いますので、参考にしてください。さて、特に N501Y という意味について説明していきたいと思います。ここに、コロナウイルスの構造の基本点を説明しますと、まずエンベロープという脂質の膜があります。これで包んでいるんですね。で、そしてそのエンベロープから突起状のタンパクがいろいろ出てます。で、いろんな E タンパクとか、M タンパクとかもあるんですが、まあ、一番有名なのはこのコロナという王冠の名前の由来となった S タンパクですね。この S タンパクが非常に突起物として出ております。そして内側には、コロナウイルスの増殖のための遺伝子 RNA が、この形で存在しております。S タンパクという突起で、人の細胞の ACE2 というレセプターに貼り付きます。この ACE2 というのはアンジオテンシン変換酵素というやつで、普段は人の血圧調整などに関わる働きをしているんですけど、その特徴を、まあ、利用してウイルスがこれに貼り付いて、まあ、細胞が飲み込むように誘導してしまうんですね。で、飲み込みます。で、飲み込むと、このエンベロープという脂質の膜と細胞膜はもともと成分が近いために融合します。で、融合をして、その RNA という遺伝子が外に出てくるんですね。で、外に出てきた RNA がさまざまな、まあ、指令で
さまざまな細かいタンパクを作らせます。これ非構造タンパク、裏型タンパクと私言ってるんですけど、ウイルスの増殖のためにさまざま裏型として働くタンパクを合成して、これらがちょこまか動くと。でそのちょこまか動いたタンパクの一部が自らの RNA を複製することに、ウイルスの RNA を複製することに、働くとともに、それからもう一回別の部分が、ここの遺伝子の別の部分が転写されまして、そしてそこから実はウイルスの子供に引き継いでくる構造 S タンパクなどを合成させる遺伝子が発現をしまして、この増幅した RNA と S タンパクなどが合体して子供のウイルスとしてこうたくさん出ていくんですね。この増殖の仕方です。で特にここの ACE2 に結合するというところを注目して見ておいてください。イメージを持っているために、持っていただくために、少し例えを使いながら話したいと思います。人の CD というのはコンパクトディスク、音楽の聞くあれ円盤のことですね。人の細胞の情報伝達の流れを比較していますと、情報の原本があって、情報のコピーがあって、実際使うものが出てきますね。で、それのように音楽会社が歌手の本番の、録音データをコンピューターの中に保存し、それを販売用 CD としてたくさんコピーして売って、でそして各家庭で CD プレイヤーというところで再生音楽を各家庭で聞くわけですね。同様に人の細胞でも DNA という原本があります。遺伝子の原本があります。でそれをメッセンジャー RNA というコピーをたくさん作って、それをリボソームという細胞の中の翻訳装置で翻訳して、タンパク質実際に細胞の中でさまざま働くタンパク質を作るんです。でその様子を実際に図の流れで見ていきましょう。正確に見ておきましょう。で細胞は、人の体は例えば60兆個の細胞でできております。で細胞と細胞は連絡を取り合っているんですね。その連絡の取り方の手段の一つとして、血液とか体液によって情報分子を運ぶというものがあります。でその、血液とか などの体液によって運ぶ情報分子のことをリガンドと言っています。まあ一番分かりやすい例としてはホルモンですね。ホルモンなどが他の細胞から来ますと、その細胞のレセプター受容体がそれを受け止めるんですね。そうするとそのホルモン、このホルモンが来ましたよという情報が核の中に伝えられまして、DNA、核の中にある DNA の必要な部分を開くんです。でそうするとそこに DNA の上にこう暗号のような、アデニン、チミン、グアニン、シトシンという4種類の塩基でできた、塩基の並びがありまして、それを写し取ってメッセンジャー RNA というコピーができてくるんですね。でコピーの上にもこういうふうに記号、暗号が載る形になります。さてそのコピーが細胞質に出てきまして、リボソームという読み取り装置、まあ、CD でいうと CD プレイヤーです。でこれがこれを移動していくと、このところにある3文字の塩基ごとに、例えば GGC だったら、これを仲立ちするトランスファーレネという分子があって、この GGC だったらグリシンというアミノ酸を連れてきなさいと。で UAU だったらチロシンというものを連れてきなさいというような指令になってまして、そうするとある特定のアミノ酸の並びができるんです。でこれがタンパク質を合成することにつながっていきます。SARS-CoV-2 の場合には、実は外から侵入してきたRNA を人の体の中のここに載せてしまうんですね。ここの仕組みを乗っ取ってウイルス自身のタンパクを作らせる。実はメッセンジャー RNA ワクチンもこの仕組みを利用させて作るということをやっております。ただ気になるところですから、ここでワクチンと話を簡単にさせていただきますと、普通のワクチンというのは生ワクチン、これまだ生きてるけど弱毒化させたものですね。不活化ワクチンというのはウイルスを不活性化させたものですを入れて込んで、そしてそれを注射すると。さてそうすると、その表面タンパクなどを人の免疫細胞が認識して、食べて認識して、そしてこのタンパクが来たら危険物ですよということをその免疫系が認識して、それを
やっつける抗体というのを作ってくれるんですね。で、抗体というのを作ってくれると、本当のウイルスが、たくさん侵入してきたときに、これで撃退ができるというのが、これまでのワクチンでありました。ところが今回、開発されているメッセンジャー RNA ワクチンというのは、この、ウイルス自身を注射をの成分を注射するんではなくて、ウイルスの遺伝子のメッセンジャー RNA というのを注射するんですね。これ、脂質の膜に入れて注射します。で、そうすると、それが融合しまして、さっき言ったリボソームという読み取り装置で S タンパクなどができるんですね。で、その S タンパクができると、人の細胞がその S タンパクを作るんです。で、そうすると S タンパクを、異物として認識して、これが来たら敵と見なしましょうということを人の免疫細胞が、認識して、抗体を作るので、これに対抗できるに違いないという原理であります。非常に似た物質です。DNA というのは私たちの体の中の遺伝子として入っているものです。で、こういうような構造をしてまして、この塩基という構造があって、この塩基というのの ATGC というのが実は暗号のように使われるんですね。で、RNA は新型コロナウイルスなどが持っている遺伝子でありますけど、人の DNA と非常に似た構造してるんですけど、螺旋状ではなくて1本の鎖になってるということと、 ATGC の代わりに AUGC と、ちょっとチミンという構造と違うウラシルという構造の塩基を持ってます。しかし、この ATGC あるいは AUGC の並びが暗号を示すという点は、非常に同じ仕組みを使ってるということです。アデニン、チミン、グアニン、シトシンという暗号が DNA には、載ってる、塩基というものが載ってると。で、これが暗号の働きをすると。RNA の場合には、このチミンの代わりに、ここの分子構造だけが少し違うウラシルというのが使われているということですね。さて、ATGC の暗号によって が読まれて並んでいくんですが、だんだんと並ぶとアミノ酸同士がこう結合してきます。で、結合したものが折りたたまれて立体的な構造を作るんですね。こういう、折りたたまれた構造を作ります。この立体的な構造が様々な働きをする形になってまいります。立体構造のイメージに最も近いのが、電話機の受話器のこのコードですね。このコードが、アミノ酸の並びだと考えてが、それがコイル状に巻いて、さらに折りたたまれて、そうすると、例えばこういう微妙にここにへこんだ形ができる。で、この形だと一円玉が受け止められるという形になりますね。と、この立体構造も変化していくんですね。で、そうすると、先ほど1円玉挟んでいた部分の形が変わって、今度500円玉が挟むようになると。で、つまり、タンパク質が受け止める物質の相手の種類が変わってきたりする変異が生じます。アミノ酸の並びに置き換わるという話をしました。それをもう少し正確に説明していきましょう。これ RNA の、記号で説明しています。で、RNA には A4 種類の AUGC という塩基があると。で、これを3つ並びさせるんですね。そうすると、1塩基目についても4種類で、2塩基目についても4種類、3塩基目についても4種類ですので、 AAA、AAU、AAC、AAG と AUA というふうにどんどん数えていくと、 4×4×4 で64通りの暗号ができます。で、それが20種類、人の、生物が使っている20種類のアミノ酸と、終止暗号というものを指定ができるんですね。で、それが1960年代に研究がされまして、どの暗号がどのアミノ酸を指定しているかというのが突き止められたんですね。で、これを円盤状に表現したのがこれです。そうすると、例えば UUU だったらフェニラリンですと、例えば CCC だったらプロリンですと、例えばこれ、1文字目が、1塩基目が一番内側、2塩基目が2番目、3塩基目が一番外側に書いてますけど、例えば AGG だったらアルギニンというふうに指定するんですね。さて、アミノ酸は20種類です。で、アルファベットは26文字でありますので、アミノ酸を1文字のアルファベットの大文字で示すことが、可能だということで、そう示した方が表記が便利だということで使われます。で、セリンは例えば S から始まりますので、大文字の S を使うと。
それからグリシンは G から始まりますので大文字の G を使う。これは分かりやすいんですが、例えばグルタミン酸というのは、グリシンでも G を使ってしまってますので G が使えないので、途中のアルファベットの中にある E というものを使ってグルタミン酸を表現します。同様にアスパラギンも A というのがアルギニンとかで、あるいは、他のもので使って、さまざまな A から始まるものがありますので、N というのを使うんですね。アルファベットの、途中の文字の N を使います。で、そういうことで一文字表記が決まっております。さて、これから遺伝子の変異というのはこの塩基の変異です。で、塩基の変異が一文字変わると別の指定アミノ酸になるんですね。で、それはまるでこの、円盤がくるくるとルーレットみたいに回って、別の記号のところに弾が落ちてしまうみたいな話です。で、これから具体的に説明するのに、カマ状赤血球貧血症とイギリス、南アフリカの変異型の話をさせていただきますけれど、例えば、カマ状赤血球貧血症は GAG だった暗号でグリタミン酸を指定していたものが、GUG、バリンを指定していたものに変わってしまうという、暗号が変わってアミノ酸が変わってしまうということです。で、イギリス南アフリカ型は AAU だったアスパラギンが UAU のチロシンに変わるということですね。さて、3文字この記号が載っていると、そうするとこの五線譜の中の位置が、その音の高さを示し、ここに、長さの記号があるんですね。で、これで、この音符を見ただけで実際の音楽を思い浮かぶ人がいるように、生物学者は AUGC の並びを分かっていると、そのアミノ酸の配列に並ぶを読み替えることができ、それがタンパク質の性質の予測にもつなげられるということです。音符を、読めるように、生物学は暗号がアミノ酸の配列を読むことにつながっていくということです。さて、この暗号ましょう。で、人の、私たちの血液を運ぶ赤血球の中のヘモグロビンというものがあります。で、ヘモグロビンというタンパクは、このヘムという鉄部分をに酸素が結合して、私たちの体の隅々まで酸素を運んでくるんですが、そのヘムを包み込むようにグロビンというタンパクがあります。で、このグロビンというタンパクは146個のアミノ酸ができておりまして、でその146個のアミノ酸が、2種類あるんですけど、ベータグロビンの方は146個のアミノ酸からできておりまして、そのアミノ酸の配列が決まってるんですね。で、その、メチオニンというもので最初はね、これは外れるので、残るアミノ酸としては、バリン、ヒスジン、ロイシン、トレオニン、プロリン、グルタミン酸という並びで、この、ベータグロビンの鎖ができているんです。で、それを指定する暗号は、DNA でいうとこういう形になります。DNA でいうとこういう形になります。で、そうすると、グルタミン酸を指定する暗号は GAG ということになります。で、これが私たちの、健常な赤血球ということになるんですが、それがわずか1文字変化するだけで疾病になってなることがあるんですね。それはこの、グルタミン酸を指定する GAG の DNA 暗号が GTG に変わるだけで、この GTG はバリンを指定します。で、バリンを指定すると、この146個のアミノ酸の中のこれグルタミン酸がこの青で示してますけど、青でこれ浸水性、水になじむ性質があります。ところがバリンはちょっとオレンジで示してますけど、水になじまないんですね。で、そうすると、他の、水になじまない部分と接着してしまいまして、このヘモグロビンがこう固まってしまうんですね。ヘモグロビン そのグロビンタンパクが固まってしまう。そうするとそれが赤血球の形状を変化させることにもつながってしまいまして、それが貧血症という形に、つながることがあるんです。わずか1文字の変化がアミノ酸1つの変化につながり、それが、タンパク質の性質まで変えて疾病を引き起こすことがあるということで、この1文字の塩基の変異のことを点変異、ポイントミューテーションと言ってるんですが、それが1分子の違いにつながり、それが、1分子の違いが病気につながる例として非常に有名な例であります。で、これを遺伝子変異の記号で表すと、6番目のタンパクアミノ酸がグルタミン酸1文字弱を E、そして、それがバリン、
V に変わったということで、E6V ミューテーションということになります。E がの6番目の E が V に変わった変異ということになります。でこの、表現の仕方に慣れていただくと、今回の新型コロナウイルスの変異型のこともよくわかります。革新に入ります。イギリス型、南アフリカ型共通の N501Y の変異というのは何かと、これは SARS-CoV-2 の、RNA は3万の塩基でできております。その3万の塩基の 23,063番目のアデニンが、ウラシルに変わっただけです。でそれがそうすると実はこれ3文字暗号のうち1文字目を示してまして、 AAU 暗号が UAU 暗号に変わると。でそうするとそれがアスパラギンをチロシンに変えてしまうんですね、この暗号の変化によって。これが510番目です。で510番目っていうのはこの突起タンパクの S タンパクの510番目のアミノ酸が変わっていくということです。で S タンパクは厳密に言いますと、柄の部分の S2 タンパクと、突起の部分 の、先端部分の S1 タンパクができていて、 S1 タンパクが685アミノ酸ありますので、510番目というのは S1 の中に入るんですね。そしてその S1 タンパクの特に、受容体結合ドメインというこの人の細胞の AC2 というアンテナに張り付く部分が、この、変化したということです。でこれイメージでありますけど、アスパラギンが三角であるとすると、まあ、三角でも結合しやすかったんだけど、このチロシン型になった方がさらに結合しやすくなると、まあ、他にも変異があるんですけど、まあ、一例としてはこういう形になります。よって今回の変異種という言葉から大幅なこの例えば丸の形が三角になって、細胞の中にドリルのように入ってくるようなイメージを持ってしまった人がいると思いますけど、こういうような抜本的な形での変化ではなくて、微妙なそのアミノ酸の変化であるということです。それではワクチンはということなんですが、ワクチンはさっき言ったようにまだ研究中で未定でありますが、ワクチンの標的はここだけを標的にしているわけじゃないんですね。で、いろんな場所をワクチンの標的にしておりますので、もしかしたらワクチンが、若干効き目が、弱まる可能性あるけど、ワクチンの効き目がゼロになるということはないというふうに考えております。それとしておきましょう。で、SARS-CoV-2 の遺伝子は先ほど言ったように3万塩基なんですね。で、塩基のことをベースと言ってまして、キロというのは線を示しますので、これ20キロベース2万塩基分と後半の1万塩基分に分割して、捉えられます。で前半の2万塩基分は20キロベース部分はさまざまな、ウイルスが増殖するために裏方として働くタンパク、非構造タンパク、子孫の構造にはつながらないということで、ノンストラクチャープロテインですね、裏方タンパクとして働く形になりまして、一方この後半の1万塩基の部分から先ほど言った S タンパクや E タンパク、 M タンパク、さまざまな子どものウイルスに引き継がれる成分タンパクができてくるんですね。でそのタンパクのことを構造タンパクになります。これになるタンパク、こっちが前半が裏方として働いて、その裏方の働きを使いながら後半子供として脱出していくタンパクが使われている。そしてここ注目していただきたいんですが、2万までが非構造タンパクで、2万以降がこれが、子孫に伝えられるタンパクですので、その先端の部分に S タンパクがあるということで、23,063番目は S タンパクの領域だということはこの図とも一致するのではないでしょうか。サルインの系統樹のこの下の部分、先ほど注目していませんでしたけれど、この下の部分を注目してみましょう。でこれはダイバーシティですね、ウイルスの変異の多様性ということを示すところで、どれぐらいの変異の多様があるかというのが棒で示されております。で先ほど言ったように 2万までのところが非構造タンパク、裏方タンパクで、2万から3万が、構造タンパクですけど、やはりここの S タンパクの部分に変異が集中している。S タンパクというのは細胞に侵入するときの最初の取っかかりの部分ですので、ここが、より強力なものに変異していく、ことが
ウイルスの進化であるということで、その進化の一環が今回の南アフリカ型、イギリス型であるということですね。ということで、この意味も分かってくるんではないかと思います。さて、いろいろ言いましたけど、本日のまとめです。イギリス型、南アフリカ型変異が2020年12月から発生していると。2021年11月、1月10日時点では日本の市中には広がってないと。で、ニュースだけではなく、国立感染研の感染性が、増加が懸念される SARS-CoV-2 変異株の最新報、現在1月2日付の第4報ですけど、これから第5報、第6報と出てきますので、を確認しましょう。ネットストレインの世界の系統樹と、その中でも日本の円グラフ分布について注目していきましょう。そして N501Y 変異などが人細胞への ACE2 への結合力を増したということ。ただ、侵入後の増殖の方式や病状への影響などに抜本的な変化があるという研究は今のところありません。で、変異種ではなくて変異型とか変異株、変異株とか変異型と言ってほしいということですね。そして今後も塩基の突然変異とアミノ酸変異はあり得るので、常にこのネットストレインで確認していくのがよろしいかと思います。そしてワクチン効果への影響は未知、対策、基本的な衛生対策は変わらないということです。はい、それでは本日の話しましたけど、全般的な話はすでに YouTube に発信しておりますので、ぜひご覧ください。ぜひ YouTube チャンネルに登録をお願いいたします。これからさらに発信していくためにも皆さんの登録の応援が必要です。そして今、緊急事態宣言の中で在宅時間が増えていると思いますけど、その中でこういう私が書いた本、特に今日の話はこのウイルスと遺伝子という本のを読みいただけるとさらに分かると思いますので、こっちの方は2300円ですけど、こっちは500円と比較的安く作ってありますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。これからも必要に応じて情報を発信していきたいと思います。本日も発信の途中に NHK の、羽田空港の変異型のニュースがあったこともありまして、情報というのは日々刻々変わってきますので、できれば毎週まだいかないけど、10日に一遍ぐらいは新しい情報を出していきたいと思いますので、ぜひまた聞いていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。